日本中部地方長野県長野市若月地区徳間徳間は長野県長野市の北東部の地名。現行行政地名は徳間一丁目と大技徳間郵便番号は381-0041。全域が長野市役所若月支所の管内である。地区の中央部を駒沢側が南端を新田側が共に東西に流れる。 徳間一丁目の徳間池から徳間川が発して、地区中央部で駒沢川,川に合流している。南部に北部幹線が東西に横切り、西部を長野県道60号長野荒瀬原線の振動と、旧道が南北に貫く。西から北東に向けて長野県道399号長野豊野線が通り、山西駅、豊野町方面へと続く。 若月丘陵の南の裾に位置し、地区北部は緩やかな南向き斜面となっている。周囲は以下の大技、町と接する。駒沢河合南では若月大通り、北部幹線、都市計画道路東方線沿いに大型店舗が多く出店しており、徳間一丁目では稲田徳間と地区各整理事業も進み、長野市の近郊住宅地として発展している。 一方、駒沢川以北ではさほど開発は進んでおらず、農地が多く残っている。古くは養蚕が盛んであり、後、昭和20年代頃からリンゴなど果樹の栽培が盛んとなった。地名の由来は、古語で領主がいるところを、床、間といったのが添加したものだという。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。現在の徳間地区の範囲は、 旧上海の地群、徳間村の範囲に相当する。地区内の若月大通り、北部幹線など、長電バス、ぐるりん号の以下の路線系統が走っている。ありがとうございます。